悲しきデブ猫ちゃんは、小説家、早見一馬と、絵本作家、加納ーカリンによる創作動画シリーズ。デブ猫、丸が愛媛を旅し、成長していく姿を描く。2018年4月、愛媛新聞で、ファーストシリーズの連載開始。2019年3月25日に、愛媛新聞社から絵本が出版された。累計発行部数は1万3000部を記録している。 2019年9月7日、愛媛新聞で、セカンドシリーズ、悲しきデブ猫ちゃん丸の秘密の泉がスタート。2021年3月19日、集英社から、ファーストシリーズの文庫版が発売。2021年7月18日、愛媛新聞社から、セカンドシリーズ、悲しきデブ猫ちゃん丸の秘密の泉へ本を出版。2021年9月11日、 愛媛新聞で、サードシリーズ、悲しきデブネコちゃん丸のラストダンスがスタート。放送時間、悲しきデブネコちゃんデブネコちゃん。創作動画、悲しきデブネコちゃん。2021年4月20日閲覧。デブネコが愛媛を旅する物語に込めた思いとは悲しきデブネコちゃん、早見和馬さん観光記念エッセイ。ヤフーニュース。2021年4月20日閲覧。 悲しきデブ猫ちゃん、早見一馬、加納か林修営りん英社の本公式。修英社の本コミックス書籍雑誌の公式情報と試し読み。2021年4月20日閲覧。絵本、悲しきデブ猫ちゃん丸の秘密の泉7月18日、発売。愛媛新聞社。2021年6月11日閲覧。悲しきデブ猫ちゃん11日から第3弾開始。 愛媛新聞社。2021年9月11日閲覧。デブ猫が愛媛を旅する物語に込めた思いとは悲しきデブ猫ちゃん。早見一馬さん観光記念エッセイ。ヤフーニュース。2021年4月20日閲覧。取り組み。創作動画。悲しきデブ猫ちゃん。2021年4月20日閲覧。アニメ。 悲しきデブ猫ちゃん NHK 松山放送局。アニメ、悲しきデブ猫ちゃん NHK 松山放送局。2021年4月20日閲覧。主人公丸の声優に、滝藤健一さん NHK12 月放送。愛媛新聞社。2021年9月11日閲覧。アニメ、悲しきデブ猫ちゃん NHK 松山放送局。アニメ、 悲しきデブネコちゃん NHK 松山放送局2021年10月25日閲覧南海放送ホームページありがとうございます。